はい、皆さんどうもこんにちは。土曜日のお昼という貴重な時間においでいただいてありがとうございます。災害は一人では乗り越えられない、まあ当たり前といえば当たり前なんですけれども、実際になかなかじゃあ助け合うかというところまで進んでないのが特に都会ではそういう状況ですよね。でそれをまあ上手にですね、日常も助け合える、災害時も助け合えるっていう社会を一緒に作っていきたいという思いで、まあ、今日はこういうタイトルでお話をさせていただきます。まず私の話はですね、体操から始めることにしてですね、今の時間大変眠くなりますので一緒に体操いたしましょう。ちょっと立ち上がっていただけますか。座ったままでもいいですよ、はい、肩を回してください。よいしょ、はい、皆さん方の左手をグーで上に上げてください。右手をパーで胸に上げてください。今度は反対です。右手をグー、左手をパー、だんだん速くします。左、右、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 ちょっと先が思いやられる感じですかね。もう一つあります。左手グーです。じゃんけんします。右手が曲げます。チョキです。左がチョキなら右手が曲げます。パーです。左がパーなら右手が曲げます。グーです。まあいつも左手数じゃんけんですね。では左手がグーチョキパー、グーチョキパー、グーチョキパー。はい、ありがとうございました。難しいですよね。できなくていいんですよ。できないってことは分かってもらおうと思ってやったんですね。なぜできないかっていうのは大きく2つあります。1つはやったことがないからです。やったことないな、上手にできないですよね。で、大災害なんていうのはほとんどの人は一緒に1回、ね、あるかないかでございますんで、それはやったことないわけです。ですからうまくいきにくい。もう1つは急いだからです。ゆっくりやればできることも急ぐとできなくなるのが人間であります。そうするとまあ、災害ってでも急がないと命に関わりますよね。だからやっぱり間違いやすいんですね。そういうのをまあ前もってですね、急ぐなよ、本当に大事なことからもう一回ちゃんと念をしてやるぞっていう気持ちで人と相談しながら進めていくっていうのは災害のポイントではないかなと思います。やったことないのですから最初から100点とかって考えてもなかなか難しいですね。で話しててちょっと新月変えたかと思いますが、あの先生少しなまってるんでねえかと思われたかもしれません。秋田県の大賀市生まれでございまして、田舎門でございますけれども、東京の板橋区というところに入りました。まあ、東京23区同じですね。で役所の職員を34年やりました。で、最初の管理職が防災課長で、次が福祉の事務所長です。で防災と福祉っていうのをやってですね、本当に手応えがある、やりがいがある仕事だと、公務員になってよかったなと思いました。なぜかというと、ほとんどの人は毎日を生きるので精一杯ですよ。なかなか災害に備えてとか、あるいは年を取った後に備えてってできないですね。でもそういう時はあるわけです。そういうふうに大変困った時に、いや大変ですよねと、だけど役所ついてますから一緒にやりましょうって言えるのが、まあ、防災や福祉なんですね。そういう意味では人が困った時に手助けができる、もう本当に素晴らしい部署に入れたなと思って、まあ、それを一生の仕事にしていきたいというんで、まあ、研究して今大学の教員をやっています。で秋田県の男鹿市についてちょっと自慢をさせていただきますと、本当にいいところです。景色も素晴らしいですよ。日本海に夕日がバーッと大きいのが沈みますから、もうこれはなかなか太平洋側では見られないですね。そして最も有名なのはこのナマハゲであります。このナマハゲ大変いいお顔をしてますね。岡本太郎先生という大先生がいますね。芸術は爆発だっていう、あの先生がこのナマハゲを見ますね。なんと素晴らしいということで、パクって作ったのがこの太陽の塔であります。
あの大芸術家っていうのはいろんなところからインスピレーションを得て作るもんですね、もうちょっと宣伝してもらえると嬉しいんですけど、はい、でこのなまはげでございますけれども、大晦日の夜に子供のいる図にやってきて、子供に向かって泣く声ねがってやるんですね。泣く声ねがって小泉に言われたら子供は同じしますよね。パワハラです。本当に大晦日の夜にパワハラをしてね、生ハゲがやってくるわけですよ。しかしいいこともありましてね、それはこの親図です。親図は生ハゲに向かってこう言います。生ハゲさん、生ハゲさん、この子は今年いい子でしたよ。学校一日も休まねがったっすよ。家の仕事も進んで手伝ってくれた、いい子でしたってかばうんですね、子供。そうすると生ハゲがですね、そうか、いい子だったのか、わかった、今年は帰る、来年もいい子にしてろよって帰るわけですよ。子供からしてみたら、おやつすげえだ、生揚げをちゃんと返してくれたんだってなりますよね。大晦日の夜、劇的な場面で親父が生揚げから子供を守るわけです。なんと素敵なお話でしょう。それでですね、この頃は子供すぐねもんだから、生揚げは年寄りの家にも行きます。時代に合わせて変わるんですね。親父どうだったって言いました。そうしましたら親父が言いました。生ハゲさん、気できれ。この間ばあさん転んで骨折したもんだから、隣の部屋で二立てになってしまった。大変でねえか。介護保険は申請したか。生ハゲは聞いてくれるわけですね。生ハゲさん大体、もちろん神様の使いではありますけれども、中身は人間ですね。村の模範的な若い衆が務めるということになっています。若い衆といっても、この頃は70前は若い衆ですからね、60代後半の名前に頑張っています。役所の職員だったり、福祉の人だったり、あるいは消防団だったりするわけですね。で、生ハゲはですね、毎年の家の中に入って2、30軒同じ家もありますから、去年はこうだったのに今年はこうなったなとか、そういうその家の変化を、毎年の変化を分かるんですね。そしてこの生ハゲ大腸というのに具合が悪ければ嗅ぐわけです。生ハゲ大腸です。で、頭の中にこの家の状況をしっかりと覚え込むと。素晴らしいですよね。そうなると災害があった時どうするか、で、あそこのうちのじいちゃんばあちゃんは大変だぞってこと、もう生ハゲさん分かってるわけですから、まあ、助けに行くわけです。で、助ける場所は神社、大体安全な場所にあります。そして、こっちの津波で雪降りますから、逃げる時に雪があったりすると大変ですね。津波が来て逃げようと思って雪が積もったら逃げられます。そこで生ハゲさんがちゃんと雪かきをしてください。それがいざという時の津波避難路になる。そして一緒に逃げるという、まあ、こういう仕組みなんです。うまくできてるわけですよ。これが実は地域防災の中核なんですね。支援者になれる人がどこに、自分だけでは逃げられない人がいるかというのをしっかり把握して、そして逃げる場所、逃げる方法、逃げる道、そして逃げる方法をちゃんと決めておく。昔の農業社会で住んでるところと働いてるところが同じだ、あるいは仕事やお祭りでいつも一緒にやってる、さらにはお年寄りは少ないけど若い者が多い、まあ、こういう時代はこの生ハゲやればいいわけです。ところが今は都市型の社会、特に港区なんていうのはね、ものすごい都市型社会で隣の人はよく分かりません。そうなるとどうなるか、やっぱり隣近所が頼りなんですね。
それと福祉専門職、あのヘルパーさんとかね、ケアマネさんとか、そういう人が支援してるわけです。だから災害時もやっぱり隣近所と福祉専門所で支えないと、厳しい人たちを守ることはできないんです。で、避難場所はどこか、安全な避難路はどこか、そしてどうやって逃げればいいかということを決める。なまはげと同じことを今はちゃんと法律で個別避難計画っていう名前でやりましょうということになってきたんです。まあ、それにしても毎年、水害で人は逃げ遅れなくなります。あるいは今日はね、港区すごい力を入れて防災の日ですけれども、行政、福祉、企業等の災害対策の優先順位、まあトップにね、災害に強い町って出すところは大体被災地ですね。被災してないところはそれは出しません。で、優先順位が低いのかということになるわけですが、答えは分かってまして、正常化の偏見と言われるものですね。これ聞いたことあります？聞いたことあるという人、はい、あ、そうですね、お二人、はい、ありがとうございます。これはですね、根拠はないけど自分だけは大丈夫だ、なんとかなるって思ってしまう人の気持ちですね。根拠はないんですよ、なんとかなる。首都直下地震来たら大変ですよね。わあ大変だ、何千人も亡くなって大変だ、電気ガス水道全部止まるから大変だ、大変だよね言いながら、でもなんとかなると思ってるんです。それが人間です。さて、ちょっとせっかくなので、皆さんちょっとメモを用意されている方もいらっしゃいます。用意してなかったら頭の中で考えてください。大地震発生直後、皆さんが家族と家にいたとします。グラグラグラっていきなり来ました。その時皆さんは何をしますか？今から1分間でちょっと書けるだけ書いてもらえますか？はい、始めてみてください。はい、30秒経過です。はい、では一旦手を止めてください。6個以上書いたという方いらっしゃいます？6個、おお、素晴らしい。6個書くとき大体100人に1人くらいレベルですね。ありがとうございます。4個5個という方いらっしゃいますか？あ、素敵ですね。はい、わかりました。3個以下の方はまだ地震が来なくてよかったですよね、大きいのが。はい、ではちょっと一緒に考えてみたいと思います。まあ、私でしたらこう言います。家族に向かってですね、地震だ、身を守れって言います。なぜかっていうと、想定外のことが起こると人間の判断力は急に低下して、小学校低学年並みになるからです。で、うわーってこう上見ます。ね、地震だ、身を守れっていうことで、自分も家族も冷静になって、その場で取れるベストの対策をします。ここだとやっぱりこの照明怖いですから、やっぱり高温に潜るでしょうね。でも全く動けないくらい大きい揺れであれば、守るのは頭と目です。目をしっかりつぶって、ダンゴムシのポーズを取ります。このダンゴムシのポーズで大きな揺れに耐えます。小さくなって低くなるっていうのは身を守るポーズです。アメリカでは銃の乱射とかありますよね。そういう時にもう近くにいて逃げられないという時はもうしゃがめと、こういうトレーニングをするわけですね。安倍元総理大臣ももし一発目の銃声の後にやばいっつって
しゃがめば命守れたんですね。岸田さんも狙われた時に、ね、SP がたまたま護衛しましたけど、あれはちょっと立って逃げるのは本当は危ないです。低くなるべきです。まあ、そういうポーズでとにかく大きな揺れに耐えます。揺れが収まった後は2つのパターンがあります。1つは自分自身が怪我してしまった場合です。応急手当をする、家族にしてもらう、場合によっては病院に連れて行ってもらう。自分が怪我しなかった場合は今度は家族に怪我人がいるかどうか確認して応急手当の有無を判断する。でみんなが幸い無事だったら余震に備えてヘルメットをかぶり、火の元を確かめ、そして非常用の持ち出し袋を持ち、ブレーカーを落とし、ドアを開けっぱなしにして隣近所に声をかけます。お怪我された方いらっしゃいませんか、火事大丈夫ですか。まあ、大丈夫そうでしたら、私マンションの3階なので下に降りて広い場所で余震に備えます。ここまでが初動ですね。もし、皆さんの中で自分が怪我したらこうするって書いた方は何人いらっしゃいます？正直言うと全く自分が怪我することは考えなかったと思うんですね。これのことが正常化の変形なんです。皆様方のように熱心な方でさえ自分が怪我するとは想像できないんです。これが我々が危機管理に弱い最大の原因なわけです。だから人間という人間というものは上手に危機管理はできない生き物だ。だから訓練をやるわけです。計画を作るわけです。教育をするわけです。しかし前提として我々の正常化の偏見というものをしっかりと理解しておかないと訓練も教育も計画もなおざり通り一遍のものになってしまうわけですね。今日一番お伝えしたいのはこれであります。まず私たちは上手に逃げられない生き物である、備えられない生き物であるという自覚、これが何よりも大事です。その後でじゃあどうすればいいかということになるわけです。もう一番大事なことは伝え終わりましたので、あとはですね、ちょっと一緒にいろんな話をしていきたいと思います。命を守る防災のコツは簡単に言えば早く逃げることであります。ただ自分だけで逃げられないという人がいます。これどうしましょう。あと地震は逃げる暇がないので家を強くして家具を倒さない、特にマンションなんかは揺れが大きくなります。特にマンションの5階以上くらいになると震度階が1つ上がる可能性があります。で震度6弱は6強になるということですね。で昨日は関東大震災100年の日でした。まあ今日もそれでイベントをやってるわけです。この時ですね、実は平均寿命って男41歳女43歳なんですよ。今は男81歳女87歳、これねコロナで1歳くらい縮まったんですね。それでも昔に比べれば倍くらい長生きできる、ありがたいことですね。大きく言えば3つ要素があります。1つは栄養が良くなったこと、1つは衛生環境が良くなったこと、もう1つは医療が発達して、しかも保険制度があって誰でも安心して医療を受けられるようになった。この3つが大きいです。でも我々はとても幸せな時代を生きているわけです。問題はこれが急速に進んだ。75歳以上のお年寄りが25年で 2.6 倍に増えました。もう素晴らしいことではあります。一方でやっぱりだんだん年を取ってくると弱ってきます。74歳までは要介護要支援という人は 4% です。しかし75歳を超えると約 30% になります。で要介護の人っていうのはどれくらい苦しいか、お風呂に入れない人は7割、50メートル以上歩けない人も7割、階段を上り下りできない人が8割です。
そして便の失敗のある人が6割や7割いるわけです。この方々はじゃあ避難所に早く避難してくださいって言って避難できますか？できないわけです。そういう人が日本国内で500万人いるわけです。で、そういう人を社会全体でどう守っていくかということは当面一番重要なからです。もちろんご家族で助け合いましょう、それは当たり前ですけども、実は単身者は25年で高齢の単身者は 3.2 倍、障害者は6割増えました。そして難病患者さんも 3.24 倍です。やっぱり隣近所で助け合わなきゃいけないということになるんですが、昔は阪神・淡路大震災の頃でも4割くらいは親しく付き合っていた隣近所と。それが2007年段階でもう1割になります。急激にプライバシーの感覚とかですね、なかなか人と人が付き合いが良くないという状況になってきます。それから町内会自治会活動も都市部でも7割の人は大体参加してたのが2007年頃には1割、まあ古いデータですよねっていうことなんですが、この後調査をやってないのでわからないんですが多分変わらないでしょうね。で、自治体の職員も25年で 16.5% 減った。つまり支えられるべき高齢者の方が2倍だ3倍だって増えてるのに、支えるべき隣近所のお付き合い、そして役所の職員、町内会自治会みんな下がっている。非常に弱い社会だったんですね、阪神・淡路大震災の頃に比べて。で、それを最初に見せてくれたのが東日本大震災です。そしてその結論は一言で言うと、災害というのは弱い者いじめなんだということですね。で、2万2000人以上の人が亡くなる。で、関連死が3784人、地震津波を生き残ったのにその後の関連死で亡くなる。さて、それではちょっと高齢者や障害者のところに大きな揺れが来るとどうなるかっていうのをちょっと映像を見てもらいたいと思います。フローリングの床ですね、止めてない車椅子や介護用ベッドはどうなるか。こうやって動き回るわけです。そして大きいと投げ出されてしまうわけですね。これがマンションのフローリングの床で一人暮らしをしている高齢者や障害者のものすごく厳しいリスクです。で、この後東北では津波が来るわけです。まあ、普通の状態で来たわけではないですね、大きな揺れの後に来た。その時に助かったお年寄りや障害者にアンケートを取っています。誰が逃げろと伝えたか、1位が家族、2位が近所、3位が福祉です。誰が逃げるのを助けたか、1位が家族、2位が近所、3位が福祉。こういう経験から見ると近所と福祉の人がしっかり支えなきゃいけないということが分かります。ちょっとこれ違うかな。で、熊本地震の教訓とマンション防災という話をしたいと思います。熊本地震の教訓というのは簡単に言えば関連死が226名、直接死は50名です。関連死が 4.5 倍もあった、すごく関連死が多い、これが最大の特徴です。で、東京都は今のところ関連死の予測はしていません。しかしこの 4.5 倍という数字を当てはめると27,800人関連死があって亡くなるということになる。直接死よりもずっと多いわけです。で、じゃあどこで亡くなった。1位はご自宅、2位が自宅で具合が悪くなって病院に運ばれた。これでもう6割ですよ。亡くなった時間帯、もう1週間以内、1ヶ月以内、3ヶ月以内、もうここで半分以上、ここでもう8割です。そして死亡時の年代は年代が上がるほど厳しい。ですから在宅にいるお年寄りが厳しいわけです。そこで災害後に在宅の高齢者を守る計画ってのはあるんですか、
いうことが大事になって、調べてみると自治体ですよね、全国の自治体であるのはわずか 8% です。そしてもう1週間以内なくなるっていうあの実績を見ると、なるべく早く見守りをする必要があるんですが、その体制が整っているところは 0.4%、まあ、今のところ熊本地震の教訓は全く生きてないということになります。そしてマンション防災というのは大変です。高齢者は、あ、まずですね、避難所ってありますよね。避難所って大体小中学校を指定されています。小中学校は小学校が1万人に1校、中学校が2万人に1校です。つまり2万人に対して3校があります。そして3校の大体避難収容人員は2000人くらいです。だから2万人のうち2000人くらいまでしか、じゃあ小中学校には収容できないんですよ。その他にもね、もちろんこの施設だとか体育館だとかいろいろ工夫しますけれども、実際にはマンション住民用の避難所はほぼないんですよ。で、高齢者等は避難所に行けないと在宅避難生活で孤立すると、さっきのようなことになるわけです。管理士が怖いわけです。そしてもしトイレもダメだ、水も出ない、そういう状態でじゃあ家族を置いて働きに出られるかと、いやいや、それはなかなか難しいわけです。そうすると行政の職員も警察も、まあ警察官はね、警察や消防の方は職務上行くでしょうけど、苦しいですね。ご家族が心配です。福祉の方とか病院の方とか出勤できない、働けないということになります。ただマンションの防災はすごく大きな問題なんです。で、熊本県のマンションの被害状況を見ると、無事だったっていうマンションはね、 6.9% しかないんです。後のマンションは何らかの被害を受ける。だ、当然首都直下地震が来ても同じように何らかの被害を受けます。で、これが一番大きい被害になったマンションです。建物はまあなんとか無事だったんですが、これね、ピロティが弱い。そこで今東京都はあのピロティの補強に今年度からかな、補助金出すようになりました。絶対やった方がいいです。新耐震でもピロティは危ないです。それでですね、東京都がいろいろこう被害を想定してるんですが、マンション等の集合住宅では水道が供給されていても排水管の修理が終わってないとトイレの利用ができない、こう書いてあります。給排水、排水管がね、大きな揺れで壊れるんですよ。あれには耐震基準ないんです。だから古くなると積み手が外れて、そこから汚水が漏れ出すんですよ。それは非常に危ないです。で、携帯トイレが枯渇したりトイレが使用できないと在宅避難は困難になります。だけどそもそもね、携帯トイレの備蓄はほとんどしてないんですよ。で、熊本地震ではもちろんハード対策、耐震制度がね、設備大事です。大規模修繕の時に特に給排水の設備はしっかりとしておきたいですね。そしてソフトとしては長期修繕計画とか防災計画とか居住者リストね、今の分譲マンションは所有者のリストありますけど、居住者のリストをちゃんと管理組合が共有できてないということも多いです。それと地域とのつながり、トイレ、水、食料、こういうことがあります。そして大事なのはこのハートの部分なんですよ。復旧がうまくいったマンションを調べました。そうしましたら結論はこうです。理事会キーパーソン、それから管理会社、理事会活動、この3つが揃ってる。特に理事会がしっかりしていれば管理会社動きますので、このセットがすごく有効でした。それ、マンションの理事会というのは基本的には財産管理をしたり、まあ、そのマンションの生活、資産価値を守るということがメインになっているんです。実際には災害時には
資産価値よりも命守らなきゃいけないです。暮らし守らなきゃいけないです。そうなった時でもやっぱり理事会は大事だということになります。で、港区でマンション震災対策のハンドブックっていうのを作らせてもらいました。これの座長もやらせてもらったんですが、A4 1枚にしてくれという希望がありまして、こっち側が震災前にやるべきことです。2つに絞りました。1つは家具です。家具は転倒防止してもいいんですけれども、まあ諦めでですね、家具部屋にする、家具を捨てるということが大事になります。特に寝室とダイニングには背の高い家具は置かない方がいいです。食器棚は流しの後ろにあって、これはそこにないと不便ですから、食器棚だけはしょうがない。天井と棚の隙間を段ボールとか発泡スチロールで埋めることです。それがいいこと。それから水、食料、携帯トイレを7日分以上備蓄する。この2点です。これが極めて重要です。で、その後は水を流すの。給排水が漏れると下の階に汚水まみれになります。損害賠償の可能性もあります。それから避難先を管理人に伝えてくださいということですね。で、災害が発生したら水を流すな、エレベーターは動いていても乗るな、余震で止まる可能性あります。だからゴミは自宅に保管をしておいてください。避難するときは管理者に連絡してください。災害対応に協力ください。ということで、これはあの港区がホームページに載せていますので、ぜひあのご活用いただければと思います。で、決定的なのはトイレなんですね。トイレは今 15% くらいしか備蓄していません。携帯のトイレ。今日もしあったらあそこで売ってるんですかね。売ってたら、もし持てなかったら買っていってください。人は一日に5回トイレします。で、港区が準備しているトイレ、マンホールトイレ、あるいは仮設トイレ、これは地上1階にしかないんです。だから上の階に住んでいる人は必ず下まで来なきゃいけない。じゃあお年寄りが下まで降りてこれますか？あるいは女の人が夜、避難所のトイレまで歩いていくんですか？それはものすごく危ないんです。だから自宅でトイレができるように準備しなければいけない。それからトイレが使えないとマンション住民が多数避難所に押し寄せるってありますが、さっき言ったように2万人の住んでるところに2000人くらいしかの避難所しかないわけです。まあ体育館とかちょっと使って増えたにしたってたが知れてるわけですね。そうすると過去の災害では避難所か車中泊なんです。じゃあ車持ってる人どれだけいますか。というよりも車持ってても機械式駐車場は動かないでしょう。そういうリスクがあります。これは、関東大震災時の東京の上野の駅前の状況です。当時の東京市の人口は220万、今は972万、この4倍5倍の人がいるんですよ。で、これは帰宅困難になった人だけでこれだけいます。じゃあ避難所に入れないとどうなりますか。トイレも水食料もなければ大変な社会不安になりますよ。さっきも言いましたけど、企業行政団体の職員も出勤できません。社会全体の復旧復興が遅れる。トイレ一つが実はものすごく大事。次に高齢者、障害者、赤ちゃんも、じゃあ安全安心な避難所。やっぱりどうしても困る人はいますから、できるだけ多くの人がマンションの中で在宅で避難をする。でも一方で、いやそれは厳しいという人のためにはしっかりした避難所が必要です。で、危ない場合は福祉避難所っていうのに直接避難できるようにっていう話になってます。ちょっと時間がないので飛ばします。
で福祉避難所に地域の人が応援に行くということも地方ではやってます。まだ港区では残念ながらここまではできてないですね。こういう福祉避難所の訓練もやってます。こういう社会を目指したいですね。防災とか地域住民とか福祉の専門職の方々がそれぞれバラバラに支えようとするんじゃなくて、いつもお年寄りや障害者や赤ちゃんとかを支えている福祉の専門職の人、簡単に言えばケアマネージャーさん、相談支援専門員さん、それから保育士さん、そういう人が住民とつながって一緒に守っていきましょう。それを社会福祉協議会や県市町村、まあ、東京都ですね、はしっかりとバックアップする。そして日常も災害時も支え合う地域共生社会を作りましょうということになるわけです。で、なぜ地域共生社会、人々がつながることが大事かっていうのを証明したのが、パットナムさんというアメリカの政治学者です。この方ある時ボーリング場に行きました。そしたらボーリング場静かでした。なぜかっていうと、みんな一人で投げてるんですよ。マイレーンで投げてます。まあ日本でも人でカラオケですね。そればっかりやってる。だからストライク取って配達する相手もいない。で、なんて寂しい社会なんだということに気がつきます。そして、1960年頃は 30% の人が地域の活動をやったり、教会のボランティアをやったり、PTA をやってたりしたのに、2000年頃は 10%、もう日本も同じです。そうなったら治安が悪くなり、格差が大きくなり、社会の孤立が悪くなった。そして、人や地域のつながり、こういうのを彼はソシャルキャピタルと名付けました。社会関係者、まあ、日本語で言うとご近所力です。これのあるところとないところを徹底的に調査します。そうするとあるところは人々は賢く健康で安全で豊かで政治が良かった。ご近所力のないところは教育水準が低く寿命が短く治安が悪く貧しく政治も悪かった。これを証明したんです。だから人のつながり、ご近所力というのは決して付加的価値ではないですね。一人一人がしっかりして、できれば隣近所長くしましょうじゃないんですよ。隣近所が長いから社会は良くなっていくし、人々は安心。安全というのはある程度お金で買えるかもしれませんが、安心というのはお金で買えません。安心というのは何があった時にすぐに自分を守ってくれる人がいる、そこに安心感というのがあるわけです。そうするとやっぱりご近所のつながりというのがものすごく重要だということがわかります。そしてもう一つ、尊厳を大事にしようということがあります。今の法律条例の中には尊厳という言葉はありません。そして被災地では高齢者の逃げ遅れ、関連死が多い、障害者が安心して避難できない、授乳時には人にじろじろ見られる、十分な自立支援が受けられない状況が続いています。今もそうです。皆さん、秋田市でこの間水害が来て、まだ6000棟が被災してて、大変な状況で人々が生活してるって全然伝わってないですよね。この暑い時期に大変な思いされてるわけです。そういう人の暮らしと尊厳を守るってことが実際には今できてません。で、特に赤ちゃんの場合はお母さんがいらっしゃるということで、どうしても後回しになる、保護者がいるという、まあ、例えば東京の文京区ではこれアドミラウェイ女子大学チェダボダルナ、私のところですね、こことかですね、他にもいくつかの大学が協定を結んで、お母さんと赤ちゃんが来たらこの方々を守っていくという協定を結んでいます。ちょっと港区調べたところではまだ結んでないようなので、やっぱり
お母さん、赤ちゃんが安心して避難できるという環境は作りたいですね。で、今は尊厳という言葉が社会保険保障の世界では、児童でも介護保険でも障害者総合支援法でも尊厳を守る、日常の生活では尊厳を守るということが一番大事にされているので、やはり災害時でも尊厳を入れるということで、これは戸田市さんですね、防災基本条例で尊厳を入れました。それから熊本市さんも暮らしと尊厳を守るということを入れました。これをぜひ港区さんでもやってもらいたいなと思います。地盤がなくなってきたぞってさっきから出してくれてます。ありがとう、大丈夫、なんとか終わりそうだよ人生を幸せにするのは何かっていうハーバード大学の研究です。なんと20歳から95まで75年間ずっと追いかけるっていうとんでもない研究をハーバードしました。1番目のグループはハーバード大学の2年生です。頭はいいでしょうし、お家も豊かです。2番目のグループはボストンの貧しい家庭の20歳。さあどっちが健康で幸せになったか、実は学歴は全く関係なかったんです。全くです。お金も関係なかったんです。これは意外でした。継いだ仕事も関係、たった一つ人を健康で幸せにするのは良い○○○○に次ぐ、はい、タイムキーパーのお嬢さん何でしょう。漢字4文字です。良い睡眠でもありません、食事でもありません、つまんない人ですね冗談ありがとうございます。はい、人間関係です。拍手お願いします。そうなんです。だから結局は人間関係なんです。そこで決まるということをハーバード大学がなんと75年かけて証明しました。だから防災というのは実はですね、お年寄りも障害者も元気な人も若い人もお金のある人もない人もみんなに関係します。だから防災というのはみんなが話し合える大事なテーマです。これからの防災はただ単に災害があった時に損失を減らすだけじゃなくて、日常から人間関係と近所関係の大切さ今申し上げました。それを防災を使ってやっていきましょう。地域共生社会を作れば災害や危機にも強くなりますよね。普段から質の向上を目指す、で事故や災害があっても落ち込みが少なく復旧復興のバネが効くような社会を一緒に作ってまいりましょう。さて、しかし多くの人には正常化の偏見があり、すぐには協力してくれないかもしれません。でも大事だと思ったことはぜひやっていただきたい。それにエールを送っているのが中島みゆきのファイトという歌ですね。とてもいい歌なのでちょっと歌いたいかと思います。全く冗談ですよ、怒られます、歌詞を紹介しましょう。ファイト、戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろう、ね、それが世の中ですね。一生懸命やる人をやらない人が冷たく笑うんですね。しかしファイト、冷たい水の中を震えながら登っていける、ね、大変なことであっても本当に大事なことだったら一生懸命やってくださいね。私は応援してますよということで中島みゆきが歌ってくださっています。まさにファイト、首都直下地震で、ね、来るか来ないかではないです。来ても大丈夫なように備えましょう。来るか来ないかをいろいろ心配してもしょうがありません。来ても大丈夫だということは我々の努力でできます。ぜひ、今日一つのきっかけにして前に進んでいただければと思います。どうもご清聴ありがとうございました。